確かにそうだ。だが、ただ朽ちて落ちるわけではない。これは、新たな青葉の養分となるのだ。ヒットアーク！行ってください、ガイ先生！ガイ、それが君のヒットアーク！なるほど、とてつもない痛みだ。八門の殿まででも相当な負荷を体に強いる僕の想像を絶するもののはず。空気を殴りつけぶつけてくる体術技か。何よりそれを作り出す拳に直接やられるのは避けた方がいいだろう。せっかくだ、相手をしてやる。八門遁光の字、己の力のリミッターを外し極限まで力を引き出す技だよ。こいつは愛すべき俺の大切な部下だ。リ、お前悲しくなんかありません。覚悟を決めた男を前に周りにも悲しみも侮辱になります。俺たちはガイのサポートだ。先生、ヤツのあの黒い武器が厄介ですが、そしてあれを飛ばせる距離は約70メートル。ちゃんと存在し目視して終えるなら。正直言って左目は見えなくなってきてまして。ガーラ君、砂を準備してくれる。八門遁光第六ケレモン開。リー君、君も八門を。僕は六門までしか開けません。いや、それでいいんだよ。だって君はまだガイが命を懸けて守りたい青葉なんだから。一射か。やはり早い。一射、四射か、五射。何があろうとただ突っ込め、ガイ。柱間以来だ。このワクワクもっと楽しませてくれ。こいつ連続の石像。ここは俺ってば。死んだのか。何をもって死とする。気概を持つのだ新人よ。誰、ここにおいて的確な質問ではあるが、名を羽衣という。こちらとしてもそのような状態になる兆しは読み取っておったわ。つうかそれ言い過ぎじゃね。宇宙人ってなんだよ。つってあんま違わねえか。まだ伝わらぬか。ああ、いやいやいや、さっきの喋りでいいから。ならこんな感じで行くんでよろしく。つってやっぱもうちょい硬い感じ残しつつ。お前は我が息子アシュラの。わしはお前に託さなければならないことがある。そこには他人を思いやる愛があることを知った。わしは弟アシュラの生き方の中に。兄インドラはそれを認めなかった。長きにわたる争いが始まったのだ。二人の肉体が滅んでもなお二人の作り上げたチャクラは消えることなく。お前だナルト、弟のアシュラはお前に転生したのだ。弟アシュラはお前に転生したのだ。もしかして。実はアシュラの存在を自分の中に感じたことがあるんじゃないのか。兄インドラの転生者が誰なのかも。サスケ。サスケがそんなこと。信じられない事態だな。だからサスケのことは俺に任せてほしいんだ。お前一人のわがままには付き合っていられない。なぜならこれは里の大きな問題だ。おいナルト、お前まさか一人でやるって言っときながらサスケをかばうってんじゃねえ。ああ、サスケの野郎もあん時みてえによ。そうじゃねえんだ。ああ、あいつの中にもそうなんだろう。
兄インドラはお前に転生したのだ。あまり驚かないところを見るとお前やはりそうか。それならもう分かっているはずだな。ナルト、そうなんだろう。俺はサスケの前にもそのまま転生者ってのがいたらしいけど、柱間がアシュラ、マダラがインドラだ。その二人がどうなったかは分かるな。インドラ、そしてインドラの転生側にそういう輩がいずれは出現すると思って意味をなさなかったようだが。そうか。民衆においてチャクラは、母であるカグヤは乱世を終わらせた後ウサギの女神と呼ばれていた母がいつしか鬼と恐れられるようになったのもこのため。その通りだぜ、ジジイ。あ、ガーラのところ。オビトのやつがな。ハッタン、おめえに足りてねえ美獣の力をちゃんと分かってやがったぜ。いろいろあってな、わしもお前の中へ入れ。クラマのもう片方のやつまで。これでやっと約束の時が来たぜ。ガマ丸の予言通り、予言の子が世界を変える時が来たようだ。ナルトよ、お前は何がしたい。この戦いの果てに何を望む。お前の正直な考えを聞きたい。仲間がどういうもんかは知ってるよ。俺はそれを守りて。それがお前の答えか。そしてこれから先、ナルトとサスケどうなるかはお前たち次第だ。俺とナルトは本当の兄弟じゃねえけど仲直りはできると思うんだ。さあ。おい、カブト、サスケは大丈夫なんだろうな。おい、なんとか言えよ。この人中力のナルトは美獣を抜かれたら死ぬ。だが美獣は入れた。これでなんとかなるはずだ。サスケ、ナルト、行くか。ガイ先生、石像ではダメか。もっと踊れ。心臓の点血から見ても次が最後の攻撃となる。正義、本当に父さんの言った通りだったよ。見ろ。何、空間がねじ曲がった。やがい。Thank you.